チェリーか。さあ、昨年彼とは一緒にヴィッセル神戸で仕事をしまして、一緒にされてたんですね。このストライク取れなかったら僕の指導が悪かったって。そういうフェイントもやっぱりね、そういうのも教えましたですね。全部倒れたら拍手。7本。あれ、これ全部倒すまでいかないとダメですよね。そしたら山田選手じゃないですか。山田選手ですよね、やっぱね。フォワードですから、なんだって天皇杯のあのゴールもかっこよかったな。さあ、皆さんコツはですね、ボールの真ん中をしっかり捉えて押し出してください。真ん中を、そう、ボールの真ん中と自分の足の真ん中。はい、山田君今週末やりそうなやつ。やりそうですよ、今週末電車でぜひ。これはいいね、山ちゃん。素晴らしい。ちょっと一顔向けたね。イエーイ。皆さん、今のご覧になりました？ OK。 じゃあ、早速ですけれども、ちびっこの皆さんにトライしていただきたいと思います。では、一番最初のお友達からどうぞ。じゃあ選手の皆さん、ぜひ教えてあげてくださいね。盛り上げてね、はい、蹴り方とかちょっとレクチャーしてあげてください。大事なのはね、笑顔、笑顔。あ、そうなんだ。スマイル、そうなんだ。トヨです。おっしゃ、おー、もう一回、もう一回トヨ、もう一回タミ選手、教えてあげてください。あ、じゃあ